こんにちは、グランピーの池田です。今日、紹介するのはですね、パニアバッグですね。うちのパニアバッグの中でもかなり、人気の、一つになります。こちらですね、フェアウェザーです。フェアウェザーの、リアパニアなんですね。で、色がこれの他にも、オリーブですとか、ブラウンですとか、結構、こういうしモダンな感じ、 もちろんクラシックな感じのものにも似合う、パニアバッグになってます。で、これ単体で、販売されてまして、こういう自転車の、片側ですねにかけて、使用していただくのもありですね。はい、ではちょっとその詳細を見ていきましょう。今こうちょうど自転車についてるんで、これどうやってついてるかっていうのを説明しましょう。このですね、裏にフックがあってですね、もうこうぐるっと見ていただくとこんな感じになってます。で、ここの上2箇所ですねと、下のこの S 字フックを、キャリアにこう取り付けるという感じです。で、キャリアの形に応じてこの、上のフックは真ん中にこう寄せたりですね、端に寄せたりとある程度こう調節ができますんで、そこは、ご自分の、使うキャリアに合わせて、調節していただければなと思います。で、このゴムをですね、下に引っ張って固定するんですけど、これでバッグ自体が動きにくくなるようになってます。はい、例えばこれですね、このキャリアですとここにこう、引っ掛ける場所があるので、これにこう引っ掛けて、で、上にグッと寄せて、上からこうフックを下ろすという、これだけなんですけど、シンプルでしっかりとカバンもくっつきますので、意外と、ガタガタした道行っても大丈夫ですね。はい、ではこんな感じですね。で、こいつは、ポッケが正面に1個大きいのがついてます。ここですね、修理道具とか、すぐ取り出す、携帯財布などは入れておけば、便利かなと思いますね。で、中は、ロールトップになってます。ビビビッと開けていただくとこんな感じですね。1泊2日はもう余裕で入る大きさの、容量になってますんで、ちょっと旅行に行くときとか旅に行くときとか、もちろん通勤にも、ノートやパソコンも入りますので、非常に便利な、一個になってますね。はい、ちょっと防水性もありますので、途中で走ってるところに雨が降ってきたとかでも中が、濡れてしまう心配もございません。で、両サイドにここにこうボトルが入るスペースもここですねありますので、ポンプと入れていただいてもなかなかいいかなと思います。はい、で、隠しポイントなんですけども、こちらですね、後ろのこのキャリアバッグのところに、隠れてるんですけど、このベルトを取り出していただくと、なんとですね、こいつ、パニアバッグからバックパックになります。で、ここにベルト両サイド このディカンのところに固定していただいて、こういう感じですね。これでもう、パニアからバックパックになります。で、こう背負っていただくという感じですね。ですので、自転車を止めて例えば買い物に行くとかいう時もこのままやって買い物に行っていただいて、で、自宅に登る時も背負って、行けるという感じですね。輪行の時とかは非常に、役立ちますね。こう両手で自転車を持たないといけないんで、パニアバッグを片手だけでこう、ハンドバッグのように持つと結構邪魔になるんです。ですので、こう背負えるとなるとなかなか便利に
使っていただくことができます。で、あとは、まあ、使わないときはもうベルト外していただいて中の方にこうグッと入れていただければこれで収納できますので、まあ、そんなに時間もかからず、すぐに出し入れもできますね。はい、で、あとはもうこうかけておくとどんという感じです。こんな感じですね。でも、もうちょっと、荷物をつけたいという方は、まあ、両方にこう、つけてもいいんですけど、まあ、背負う機能もついてますので、まあ、単体で、使用いただけるのが、まあ、僕のおすすめでもありますね。はい、ということで、今日は、フェアウェザーの、パニアバッグですね、部屋を紹介いたしました。他にもフェアウェザー、結構凝った商品がありますので、まあ今後、ご紹介できればなと思っています。はい、では今日はこの辺で終わります。どうもありがとうございました。こんな感じで